今回からプレイするゲームのタイトルはクリプトカストディアン。待ち望んでいたタイトルではありますね。楽しみです。気になるのがさ、右下のバージョン 0.9966、まあ、大体製品版リリースされたら 1.0 スタートな気がするんだけど、これ大丈夫かな。まあ一旦始めてみるか。難易度、はい、普通で。どうも不運な事故で亡くなってしまった猫ちゃんが主人公らしいんだけど、この子なんだろうな。ねえねえってば。おお、目が覚めたんだね。僕の名前はピップ、君を宮殿に案内してあげる。私の名前はプルート。な、何？宮殿、ここはどこ？さっきまでいた場所と全然違う。ああ、宮殿は冥界で一番美しい場所だよ。これからそこに行くと。はあはあはあ、魂はみんなここに集まるんだ。私まさか死んだ？そうだよ、ごめん、そこから説明するべきだったね。まあそんなに心配しなくてもいいよ。じゃあ出発しよう。君は間もなく冥界の守護者ケンドラに会うんだ。ケンドラ、部屋で君の人生について聞いてから宮殿に行けるかを判断する。いい魂は宮殿で永遠の祝福の中で暮らす。悪い魂は永遠に宮殿の外で暮らす。果たしてプルートは。さあ行こう。猫の魂に会えるなんて本当に嬉しい。君は何の魂なんだ？動物ではありそうだけど。ここに来る魂はほとんどが虫。虫は話す機会ないんだ。まっすぐ？ん？カエル。カエルだよねこれね。左行ってみよう。行き止まり。ちなみに私は PC 版をコントローラーで遊んでいます。ジャンプ。そう、このゲーム見下ろし型のアクションゲームでなんだけど、ジャンプがあるんだよね。割と珍しい気がするな。マップを開く。違うな、こっちか。ほう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 。宮殿。落ちたらどうなんだろうね。あれ、宮殿の中は僕にもよくわからない。入ったことがない。ということはあなた悪い魂。何か悪いことでもした？そっか、多分ね。ってことは前世生前の記憶がないのか。宮殿の案内役を任された。公平なんだって。ルールを作ったら必ず守る。了解。あ、また会話ができる。心配しないで。宮殿に行けると思う？最近宮殿行く魂が少ない。それは何か理由があるのかな。ほうきだ。ほうきを見つけた。 X を押して振ってみましょう。すごい振るの早いな。
たまにキュイーンってなるのは何なの？たまに振ってるとキュイーンってなるね。これ怒られんじゃないか？割と何でも壊せる。でこっち行けと、ジャンプ攻撃もできますと。右行ってみよう。宝箱らしきもの、レバー、殴る、動き出す。アニメーションがかわいい。あれ戻ってきてる、戻ってきている。そうね、マップを開けばいい。ああなるほど、ここ通れなかったけど、ほうきがあると通れるようになるのか。こっちね。いた、着いた。ケンドラの部屋は奥にあるよ。ケンドラの前ではおとなしくしてね。はい、怒ると怖いんだって。これ何この穴何？いかにも何かが通ったような穴だけど。おとなしくしましょう。あの像が、なんかでっかい像が立ってたけど、あれがケンドラだったんだ。はあ、なんか物腰柔らか、新しい魂に会えて嬉しいって。ふんふんふん、冥界の守護者。左はやばそうだな、右は良さそう。私の人生を見て白か黒か決める。こんな死に方だったなんて本当に残念だわ。どんな死に方だったんだろう。こちらが宮殿への扉。祝福の中で生きることができる。いい人生を送っているのか、それとも宮殿の外。いいことではない。ふんふんふん、見てください、お願いします。野良猫だった、家族もいた。あー、あの目がクリーンとしてるのが多分プルートだ。そして心優しいカップルに拾われた。いいじゃん。いい予感がするわ。来た。続き？いいんじゃない、もうこの辺で。ある夜に家から脱出して街に出て、そしてかわいそうに。これで決まりね。やった。ちょっと待って、ページがまだ残っている。あれ、あ、いやそれはさ、チュートリアルだったからこれチュートリアルだったから、はい、壊しました。あなたの像を何個も。
悪い猫？ああ。待って。そう、わざとじゃないの。私の像を壊すことがあなたの役目？残念だけどそんなのは言い訳にもならないわ。でも辛いのはお互い様よ。あなたはもちろん私もね。永遠の苦痛だって。ああ、それケンドラが背負うって言ってんのね。じゃあ右に行かせていただいても？もうお別れの時間。あなたが像をめちゃくちゃにしたからあなたには冥界の清掃員になってもらうわ。永遠にね。肌身離さず持っていなさい。本当にお別れの時間よ。左の扉へ出てね。開いた。左が。ちょっと待って、本当にこれで終わりなのか。永遠なんてあんまりだよ。ルールは絶対って言ってたもんな。はあ、なるほどね。今までの魂に不公平だから。なんとかなりませんか。そう信じられません。もう壊してる、これ全部壊してる。じゃあね。泣いている廃墟。何掃除するよ一旦は。これ掃除してることになりますか。いた、何が起きた今。何が起きた？なんかお金みたいのが手に入る。これゴミなのか？なんかいきなりダメージ食らっちゃったな。あ、落ちた。大丈夫。今なんか一瞬落ちかけたような感じしたけど。おお、セーブ。テレポート、わかりません。まあ飛び先がないんだろうね。そういうのもあるんだ。へえ。このさ、出てきた猫は何なのこれ。気にしないでいいのかな。お腹がぽってりした猫は。なんか本当に放り出されちゃったな。鍵が1個必要だって。これは、これもなんか、まあいっか。一旦左行ってみるか。回避。あー、回避 RB なんだ。ほう、これは左に頑張っていくべきか、左から右へ行くべきか。空中ダッシュがない時点で右から左には行けない。わわ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 わ。オッケー。私は何と戦ってんのこれ。いたー、爆発した。また危ない。これ弾はジャンプで避けれる。
ほう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 。なんかいろいろマーキングついてくれるの嬉しいね、これね。勝手についてくれる。ほう。下は戻るんでしょう、きっとね。右に何かある。回避Rボタンちょっとやりにくいな。飛び道具嫌だね。痛い。本当に私は何と戦ってんの。厳しいかこれ。いけた。回復したい。ズームイン、ズームアウトしちゃった。あ、ここまでか、ズームインは。はあ。ここまで貸した行く感じ。ここなんだろうね、ここ。まあいっか。その先に鍵があるんだけどな。きつい。そろそろ回復が欲しいです。え、あ、復活した、よかった。落ちる足場か。この先に鍵があって、よいしょ、帰れる。回復はこっち。まあ、なんか鍵開きそうだよね。なんだけど一回左途中で帰ってきちゃったから、そこはちゃんと見切ってから行きたい。敵のリスポーンってどうなってんだろう。あ、するね。エリアを移動するとリスポーンするんだ。行けはしない。
うんふん、 OK、 じゃあ行き止まりということで鍵を使って入ろう。うん、キーコンフィグってあるのかな。ダッシュスペシャル攻撃、ダッシュ B、 スプリットってなんだろう。まあ、これでいいか。マップはじゃあ R トリガーでよくない？続ける続けるの今気づいたけどこれ続けるなんだ。あ、いいね、いいね。なんだろう、バーかな、この看板を見た感じ。新しい地域、罪人のバー。お客が少ないですね。マラさん、坊や、ようこそ罪人のバーへ。気分は良くない。死んだばかりなのに永遠に清掃しなければならなくなった。まあ、みんな同じようなもの。うんうんうん。でもバーのマスターとか面白そうだけどな。ここも意外といい場所。悪い方がもっと楽しい。まあ分からんでもない。あー、ショップなのか。でゴミが通貨ってことかな。歓迎のプレゼント、スペシャル攻撃、スーパースイップ。ほう、1円。自分の周りを回転する放棄攻撃。アップグレードだ、この辺は。へえ。移動速度アップとか欲しいな。うん、西部神殿で装備する。はい。勇気ゲージがたまる。いっぱいになったらスペシャルが使える。了解。神殿の間はテレポートできる。了解しました。これ何？1個2個買えるの、なんで？まあ、アイテムマーカー重要か？アイテムの位置がマップに表示されました。あのガラクタ。ジュークボックス。レコード的なものがあるんだ。ビップ。当然通れません、ここ。バウンサーの割に弱そうだね。特別なメンバー、特別なメンバーか。これかな、アイテムって。なんだこれ。あ、マーカーか。お、なるほど、行ってよしと。
そうだ、装備しないと。お金の使い方はさ、合ってたのかな。装備した？したっぽい。さすがにいけんかこれ。いけんな。いけませんと。勇気ゲージは割とすぐ溜まるんだね。うん、壊せず。アップグレードを買うためにはお金をたくさん手に入れないといけない。さてどうしようか。ほう、間違えた。空中出してほしいね。いた、何それ。きついな、攻撃力が。ジャンプ攻撃強っ。よし、正面開いたけどどうしよっか。あ、左にアイテムあったんだな。一旦こっち。わあ、うわ多いなこれ。やばい。ふう、やられたぞ。どうなんのこれ。爆散した。必殺技使うんだったな。この場合ってお金は別に減らないんだ。何が減ったの。デメリットはない。なさそうね。ケンドラを再び冥界の管理者へ。あれ、今ケンドラって何なの。じゃあ
冥界の管理者じゃないの？そうなるとちょっと話が変わってきますけど、アップグレードポイントを集めるとセーブ神殿でより多くのアップグレードが装備できます。アップグレードを装備するには一定のポイントが必要です。はい、今5つ持ってます。そんなに持ってるんですか？さっきんとこじゃない、さっきんとこじゃない、これ。6匹はきついって。よし。いや、そうだよね、倒しきれないんだよね。いろんなとこ行ける。お宝。ダメージを受けずに敵の群れを倒そう。任せなさいって。出てるゲージは敵があと何匹出てくるかってことか。お金だ。やばいやばいやばい。この間無敵なのかな。あ、ここあれだ、鍵開けたとこだ。あれがディスク。今全然説明文読めなかったけど、まあディスクなんでしょう。ジュークボックスで何かが起きる。ショートカットかな。危ない。回避がさ、ちょっと怖いんだよね。ビューンって飛んじゃうからさ。出た。よし、危ない。危ない。オッケー。
結構遠く遠くまで行ってるけれども、お、ほう、なんじゃろか、真珠の神殿、ここ来ていいとこ。大丈夫？ケンドラ？違うな。驚かせちゃってごめん。屋根裏を掃除していたところ。あれ？じゃあ同業者？パールのための神殿。パールっていうカエルがいるのか。なるほどね。清掃員なの？ただのカエル。ケンドラに冥界は掃除するようにって一緒じゃん。じゃあ、なるほどね。みんな別に掃除しろって言われたからといって掃除しなきゃいけないわけじゃないんだ。ペブル、はい、お掃除仲間。全ての魂に掃除を命じている。うん、永遠に掃除しなければならない。でもどこからかゴミがずっと流れ込んでくる。全然きれいにならないってことか。あ、掃除してる。なんか掃除してるな。テレポート、あれ、人がいる。え、ケンドラ久しぶりね。何してんの？追放された？ここで会うなんて奇遇だわ。そりゃこっちのセリフだけど、宮殿に住んでるんじゃなかったっけ。なるほどね、お散歩ね。悪いゴーストたち見るのも悪くないからねって、いい趣味してるな。はいはいはい、永遠の呪い不愉快だった。私は愉快だった。水に流そう。話はここまで。ジュークボックス、あ、本当にジュークボックスなんだ。これなんだっけ。あ、見逃してるとここでお金を払えばマップに表示してくれるんだ。じゃあいいわ、まだいいわ。メインマーカーもだから、これもうほんと消費アイテムってことだよね。ちょっともったいないわ。最大 HP の時に攻撃力が 30% 増加。素早いステップは欲しいけどな。まあまあまあ、一旦これ、はい、はあ、必要ポイント4、これで、これのこと、これのこと言ってる。サークル、まあいっか。